さあ滅ぶがよい。シューク、いやザンだよ。ザンザ、シルクを殺させはしない。お前はその光、やはりそうか。思い違いであればどんなによかったか。そうまでして身を挺してまで私の願いに異を唱えるのですか。我らと共にあるとおっしゃったあなたが、メイナス様。そうよ、メイナスも里の人たちも皆あなたを愛していた。だからこそ共に生きていきたいと願っていた。私にはわかる。メイナスと共にある私には。私は待ったのだ。あなたが再び目覚め、光に満ちた世界を作り上げる日を。なのにあなたは裏切るのだ。私を、あなたをたたえ敬い、そして死んでいった同胞を。お願い、私の話を聞いて。エーギル、聞こえぬ。もう何も聞こえぬ。あなたはやはり我らが炎敵の眷属。所詮神と人とは相入れぬ存在なのだ、レイナ。さあ鬼神よ、メイナスの代わりにこの我が身を、心を、お前の新たな魂として捧げよう。我が魂魄を取り込み、今こそ蘇れ神よ。逃げるんだ。ここからこの帝都全体が消えてしまう。シュルク、逃げるってどこへ。とにかくこの帝都の外へ、できるだけ遠くへ。ガード、どこへ行ったの。何やってるカルナ。ガードが、ガードがいないのよ。今は自分のことだけ考えろ。いやよ、ガードはどこ。ガード、しっかりしろ。今俺たちがしなきゃならないことを考えろ。鬼神が動き出したら巨神界はどうなる。でもジュジュやオダマのじいさんたちはどうなる。ガードだってホムスの戦士だ。あいつはあいつにできることをするためにここを離れたに違いないだろう。ライ、よし行くぞ。生きろよカルナ。